メルセデスベンツ W136 並びに W191 は1936年から1955年までドイツの自動車メーカーダイムラーベンツがメルセデスベンツブランドで展開していた自動車である。170V は四輪独立喧嘩採用で大きな成功を収めた170の後継モデルとして1936年ベルリン自動車賞で 初登場した。引き続き四輪独立喧嘩を採用しながら、W15 系よりもさらに進歩したシャーシ設計を採用し、性能向上を実現した。スタイリングは時代に合わせて、流線型を部分的に取り入れ、局面貴重だが男性なデザインを備える。ただし、構造自体はまだ木骨に後半を張る、伝統的な手法を踏襲していた。 ボディは4ドアセダンと2ドアカブリオレのほか、スポーツカーや救急車など、様々なバリエーションが展開された。第二次世界大戦中は一般向け生産は中止され、政府及び軍部向けの公用車両のみが生産された。木炭を燃料にするガス発生炉付けの代用燃料型も開発されている。戦後は上級モデルの開発が遅れたことから、1951年まで、 唯一のメルセデスベンツ乗用車として生産が続行され、ダイムラーベンツの経営を支える一翼を担った。1949年からは、ディーゼルエンジンモデルの 170D も新たに追加され、経済性からタクシー用のみならず、オーナードライバーの支持をも得た。マイナーチェンジも施され、1949年には上級仕様の W191 が登場する。 また1951年に発表された6、気筒モデル220は、基本的に W136 系のノーズ延長で、新型エンジンを搭載して開発された、急増派生モデルであった。対戦直前から、戦中戦後にかけての混乱期にあって、メルセデスのボトムレンジを担うモデルとして、長らく生産が続けられたが、1955年、後継である、 ポンツーンボディの完全戦後型 W120 の登場で生産を終了した。170V のエンジンは九百7 0 w 1 5系と同程度のクラスだが W15 の6気筒よりも簡素な直列4気筒エンジンである。4気筒化はフローティングマウントの技術が発達したことで振動抑制のためにあえて6気筒エンジンを用いる必然性が失われたことによる 合理化策であった。170V 用ガソリンエンジンはサイドバルブ水冷直列4気筒3ベアリング 1767cc 圧縮広く1最高出力 38PS3400rpm 最大トルク 10.2kgm1800rpm で 100km あたり10リットル未満の燃費だった。燃料供給計は ボンネット内のダッシュボード前方に燃料タンクを置き低い位置に配置されたソレックスシングルキャブレターからインテークマニホールドを立ち上げる古典的レイアウトであった。吸気ダクトのパイプをエンジン側面で垂直に立てているのが独特の形態である。最高速度は時速 108km。シンクロナイザー付きの4速 MT はギアなりのない滑らかな変速操作が可能になった。 なおチューニングされた 170S では最高時速1 2 2トルに到達している。1949年から 170DK に搭載されたディーゼルエンジンは、旧ベンツ社以来の自社技術である四年消失式のヘッドでオフレイアウトを採用1 7 0ト用ガソリンエンジンと同級の四気筒三ベアリング 1697cc で圧縮比19、1都市。 ボッシュ式燃料噴射ポンプを装備してガソリンノーマルモデルと互角の出力 38PS3200rpm 最大トルク 10.1kgm2000rpm を確保したトップスピードは時速 100km とガソリンモデルに及ばなかったが実用速度域での性能は当時として十分な水準で市場での成功を収めたシャーシは 保守的なエンジンやボディに比して、格段に進歩的な構造で、楕円断面の交換2本を曲げて、左右から中央で接合、前後で X 状の形態を取った、低照式の X 型バックボーンフレームである。フロントに、エンジンとトランスミッション、リアにディファレンシャルギアを抱え、フレーム端部に四輪を支持するスプリングやアームが、配置されていた。このレイアウトは、 軽量で剛性が高く、1930年代後半のメルセデスではミドルクラス以下のモデルで広く使われた。サスペンションは基本を170から継承した前輪横切りフスプリング、後輪コイルスプリング支持スイングアクセルであったが、後輪が170では片輪ごとにコイル2本を用いていたのに対し、1 7 0トではコイル1本として簡略化されたのが特徴である。 ありがとうございます。